始めます、まず麻生会長の方からお願いいたします。それではまた岩谷先生ではありませんけれども、幹事の、 予算委員会で質問に立っておられましたけれども、なかなかきちっとした質問だったなと思って見ておりましたけれども、堂々として間合いもいいし、なかなか確信をついた質問だなと思って聞いていました。今いろいろな問題が出ていますんで、絞って尖閣のビデオの話よくちょっとこの際話がわんわん出てますけれども、考えとかないかん大木先生です。ほい、どうぞ。いや、もう一回最初からやろう。すいません。取材はお前さんだったから。過日行われました予算委員会の質問、なかなか良かったと思っておりますという話を今してたところだったんですけれども、せっかくのビデオの件ですけれども、ちょっとよく整理をせないかんところなんですが、この尖閣のビデオというものが、まずは日本にとって明らかに中国の漁船がぶつけてきているという日本にとって有利になるような条件をなんで隠さねばならなかったのか、これを最初から出しておけば、これは見れば明らかですから、中国側における反日暴動の話もああいうような広がりを見せずに済むということになったのではないか。その意味から考えても、ビデオの隠蔽隠すという必要性がどこにあったのかと、まずそれが1点目に不思議に思っています。したがってこれを出すなといった政治判断にまず問題がある。明らかに間違いだったんじゃないですかと。2つ目、ビデオが出たということを上司に報告したという職員がいると言って、この人を、いわゆる国家公務員法100条というやつでいろいろ今話をしていますが、この100条に該当しますかと。本当にあれは証拠になる、必ず秘匿しておかなければならないというもの、もしくはそれをずっと継続しなければならないものということになっているはずですが、果たしてそれに該当するようなものですかという点を考えたときに、この100条というものが果たして対応になるのかねと、私は率直にそういう感じがします。3つ目、少なくともこの話で船をぶつけてきた船長はもう返されてて、国へ帰っちゃって、この人がもう一回裁判に出てくることはない。だって帰っちゃってないと。それでぶつけられた方が逮捕ですか、ぶつけられた方が裁判になるんですか、ぶつけられた方が罪を問われるんですか。これはなかなか納得しがたい話じゃないですかね。感情論としてはこれは明らかにそういう感情論が湧いてきておかしくないところだと思っています。いずれにしても丸日にしとくという話を少なくとも見せて、国会に言われて理事に見せて、それからまた理事予算委員会理事に見せ、何とかに見せて、少しずつ輪を広げているようですけども、なんでそういうインターネットにまで出たものを議員に見せといたんだったら、別に他の議員に見せたって、国民の代表である議員に見せたら国民に見せたって、もうインターネット流れてんだから、それ見せても別に差し障りはないんじゃないのと。証拠としてずっと隠さなきゃいけないもんなのと。日本が明らかに悪いと中国のネットでワンワンやられてたわけだから、これがなかったら世界中で中国のネットの方が正しいと思ってる人もいるかもしれんから、中国側の言うものが正しいと思ってる人はいるかもしれん。それを明確に
違いますよということを昔日に明らかにしたものとしてはこのビデオが一番はっきりしてんじゃないですかね。そういった意味では国益というものを考えた時においてはそれは明らかに秘密の管理がずさんだったからその管理責任を問われるというところでは私は分からんだと思いますが、問題はこれ最初から出しときゃ何もなんてことはなかった話をあえて秘匿するように指示した政治判断というもののことこそ問われてしかるべきなんじゃないのかと、私はそちらの方がよほど問題なんであって、うん、私はこういったものに関して少々今のインターネットカフェから出たとか出ないとかそういう話ばっかりが出てますけど、一応元の元は何だったかという点についてはぜひきちんと頭の整理をしておかないと国会議員としてはいかがなものかというような感じが私のあれを見た率直な実感なんです。今言えるところは少なくとも海保が現場でやってんだったら以後こういったことはダメですということであれば少なくとも沖縄管区における海保の船を倍増するとかあそこにおける予算をもっと大幅につけるとかして二度とこういったものが入ってこないようにするという対応をきちんとした日本の態度を明確なメッセージとして出すということが一番問われるべき一番大事なところだと思うんで、これに対しての予算はどうなっているんです。私どもは関心のあるところなんですが、ぜひそういった点も含めてこの種の話は少なくとも国土を守るという一番肝心なところをやっぱりこの65年間そういった事件が なく少なくとも自民党政権下においてこのようなことっていうのはなかったわけ。もともと北方四島も含めてそれが今の内閣になってからこの数ヶ月間にバラバラ出てきているということはこれは明らかにこれまでの自民党政権への対応とは全く違うものが出てきつつあるという状態こそ有識問題なんだと私はそういう感じがあります。皆さん方いろいろ今後とも各委員会等々また講演会地元でお話しされる点もあろうかと思いますが、ぜひその点はきちんと頭の整理をしておいていただきたいと思って皆さん方のお力添えを合わせてお願い申し上げてご挨拶に変えます。ありがとうございました。